結城明夫は日本の文部官僚。学校法人、富澤学園理事長。2005年から2007年まで文部科学事務次官を務めた。事務次官退任後は山形大学の学長に就任し、2014年まで務めた。山形県村山市に生まれる。山形県立山形東高等学校から東京大学理科一類に進学し、 1971年6月に東京大学工学部物理工学科を卒業する。1971年7月、科学技術庁に入庁。入庁後は主に原子力安全や研究開発行政に携わる。1982年外務省在オーストラリア、日本国大使館一等書記九1987年科学技術庁原子力局閣、燃料課長。 1994年科学技術庁、科学技術振興局企画課長。1995年6月科学技術庁、長官官房秘書課長。1997年7月科学技術庁、長官官房審議官。1998年7月文化庁、長官官房審議官。1999年7月科学技術庁、長官官房審議官。 同年11月科学審議官。2000年科学技術庁研究開発局長。2001年、科学技術庁と文部省が統合して、文部科学省が発足すると、初代大臣官房長に就任する。その後、文部科学審議官を経て、2005年1月11日に文部科学事務次官に就任する。2007年7月6日、事務次官を退任する。 同日開かれた退任会見で山形大学の学長選挙に出馬することを表明する。その後、7月26日に開催された学長選考会議において学長候補者に選ばれ、9月1日に学長に就任した。2011年6月27日、自身の任期満了を受けて開催された学長選考会議で再び学長候補者に選ばれ、 学長に再任される。その後、2014年3月末をもって学長を退任し、同年4月に山形大学から名誉教授の称号を授与される。同年きらやか、銀行監査役。2015年公益財団法人山形県産業技術振興財団理事長。同顧問独立行政法人科学技術振興機構上席。フェロー。 文部科学省科学技術学術審議会委員などを歴任。2018年4月、東北文教大学や山形城北高校などを運営する学校法人富澤学園副理事長に就任し、2019年4月に以前から発表されていた予定の通り理事長に就任した。2020年随法、重光明受賞。山形大学の学長に就任後、 学長として教養教育の充実に取り組む意向を示し、後に基盤教育という形でこれを実現させた。また、国立大学には日本を代表して世界と戦える研究分野が必要という考えを持ち、その研究分野として有機エレクトロニクスに注目し、山形大学に有機エレクトロニクスの研究拠点を整備した。ありがとうございます。